現在賞金ランキングトップを走る時松隆光、その躍進を支えているのが現在フェアウェイキープ率3位とデータも証明している安定感のあるショット。なぜ曲がらないのか、その秘密は彼のグリップ、テンフィンガーグリップにある。あの丸山茂樹もテンフィンガーグリップに挑戦中だ。そんな話題のテンフィンガーグリップの打ち方を教えてもらうべく、時松の師匠篠塚武久さんを訪ねた。篠塚さんによると、グリップは大きく分けて2つに分類される。1つはインターロッキングやオーバーラッピングなどの合体型、もう1つがテンフィンガーの分担型。合体型は両手を一緒にしてグリップを握るため、動きを制限させる弱点があり、テンフィンガーにすることでその弱点が解消され、スイングが優しくなるというのが篠塚さんの教えです。テンフィンガーグリップをマスターする方法としては、まずはスプリットハンドのハーフスイングで練習をスタート。慣れてきたら両手の幅を狭めてテンフィンガーにします。大事なのは、右手と左手の間に横棒を意識して、その横棒を体と平行に振ることです。刀を使ってこれを説明します。普通だとですね、普通だとボールがこうありますと、こういう構えをします。スケア、スケアですね。こう構えてグリップもフェースも全部スケアに構えます。そしてこれで打つということは、いつも同じ方向を向いてる、ここもここも同じ方向を向いてますから、常に変化が起きます。常に変化が起きます。これは合体型グリップではどうしても避けることのできない動きですね。でだからたくさんの練習をしなくてはいけない、こういう弱点があります。ところがこれをこうすると刀というのはこう切るようにできてます。切るようにするとそういう揺れがほとんどなくて、いつも同じように打てるという合理性があります。それにはグリップが合体型じゃなくて分かれてなくちゃいけません。篠塚さんがテンフィンガーを研究する中でたどり着いたスイング、それは日本の文化でもある刀でした。刀の直線的に引いて切る動きにはねじれが入らない。しかし合体型グリップでこのスイングをしようとするとどうしてもねじれてしまいます。分担型だからこそ刀のスイングができるのです。今まではこうですね、こうして打ってました。これをこう、例えばそっちに打つ場合でもこれをこう構えてこう打ってました。つまり刃をこう面にして使ってたっていうことですか。そうです。刃をですね、面に使ってた、面に使っているから常にこう変化が起きる。それをこれを刃にしてこうしますと、例えばこうですね、こう刃を横にしてこうすると、そしてこれを振ると常に再現性の高い同じ動きがいとも簡単にできる。それで体にも負担がかかりません。合体型だとですね、これをうまく回すために肩を回さなくちゃいけません。この面を回すために肩をこう回して体を常に維持して向こうにグーッと振らなくてはいけません。ところが刀だと、そのこう回すことよりも切ることですから、もうこれでも切れるんです。で切るのはですね、こんなことして切ったら逆に切りにくい、元に戻す、その戻さずにこのまますっと打てるという利点があります。小さなスイングでシャープな振りができる。そっちから見るとこうですね、そうすると何も言わなくても左肘はこうなります。もし左肘を締めるとこうなりますから、ねじりが生じます。この切ろうとすれば必ずこういう動きが出てくる。
こういうことがいとも簡単に刀によって理解できるということです。刀のイメージはこういうことになりますね。つまりしなりの方向を一定にさせて振るっていうことですよね、はいはい、それは刀も反りがあるので同じような考え方の練習、ね、この反りが できてますから。そしてこれの時にこんなグリップじゃできないんですね。もうこういう今までこうですね、スケアでこうです。だから常にこういう動きが生じる。それが刀だとこうですから、ねじれがなくて力で、ねじれがないということは衝撃も強いですから、なんかあの瓦割りはこうして割る人いないんです。こうですね、ドンドンとこうですね。そういう手のひらはこれとこれじゃもう別物になるということです。スタンスもこれはスケア、スケアですね。で刀だとちょっとこうなりますね。そのちょっと左つま先を開くのはなぜですか。ちょっと開く、はい、これ半身の構えといってですね、はい、半身の構えが一番強いんです。武術でも何でも両足揃ったら弱いんです。だから向こうに目標があるのにゴルフってこうスケアスケアで言うでしょ。そして向こうに打つんだったらもうねじれが絶対出ます。そうじゃなくて目標に少しこう向いとって、その向こうにボンとこう刀を切っていく感じです。すごく体に負担がなくて正確にいきます。こう打つのこれをですね維持するには頭がしっかり残っとかなくちゃいけないとか、あらゆる体を止めてこれ打つわけですから、こうそれをちょっとずれるとこれがぶれるからですね、ものすごく体がきちっとしておかなくちゃいけないです。ところが刀になるともうこれがずっとここが方向を取るわけですから、体はそんなに細かいチェックがいらないんです。もうインパクトでスクエアに戻そうとか考えなくても考えなくていいんです、うん、これはですねものすごくいっぱいの作業がいるんです。でこのスクエアを維持するために体全体がものすごい負担をかけるんです。向こう行く力をこう止めるでしょ。そこにねじれが生じるんです。でそれが一番すごいのここですね。これがかっこいいと今言われてますけど、もうこれ手のひらをこうしたらその必要なくなります。これはスケアだから必要なんですね。先ほどの半身の構えというのは左をこう開くことによってちょっと整体するわけじゃなくて、ちょっとこう目標方向にやっぱりこれもちょっとこうちょっとこうこれはあんまりですけどね、ちょっとこうこれとこれ全然違いますよ。でスポーツはですね全部動くには全部半身の構えですよ。例えばかけっこの時によーいなんてこうする人いませんよね。必ずこうでしょ。必ず半身にするんです。美術も武術もそうですけど、半身が一番バランス強いんです。でこれはバランス崩しとよげだけど一番強い、これは綺麗だけど一番弱い、それはもうこっちは絶対強いですよ。それが刀の使い方と一緒、そうですね。刀が無意識に教えてくれる、もう無意識にできることが一番人間は優しいんですよね。意識しなくてもできるということがですね。こう来てものすごくこう不自然な動きですよね。これ向こうに動いてるのに自分は動かないというこの矛盾さ。だこれは切っていきながら一緒に受けるわけですから、それはこれが横向いてねじれてないからできるんです。これはちょっと歪むとちょっと何かずるとこれが狂うからできないんですね。その違いってすごいですよ。やっぱ切るイメージでちょっと自分も少し動いた方が、はい、その多少こう打点がずれても動かなくちゃいけないぐらいこうなりますね。これとこれの違いです。
タイミングもそんな多少ずれても関係ないですね、刀のイメージは。タイミングが非常に優しくなります。それとこっから来るまでがですね、打とうと思ったらすごくトップに切り返しに力がすごく入るんです、打とうと思えば。ところが切ろうと思ったらそんなの考えなくていいから、余裕、必ずこれにすると余裕ができるんです。バックで非常にリラックスしたバックでスッと振れる。これはそうはいけません。ここがきちっとできた、あそこが来た、肩が入ったか、頭が残ってるかとか、いっぱいのチェックが入るんですね。これはもうそういう極端に言ったら切れればいいんです、切れればいいんです。その切り方は個人差があっていいわけですから楽ですよね。こう切んなさいっていうことはないんですから、ねじれたら切れませんから。で実際、まあ、今ですけど、そのベースボールグリップで球を打つとどういう球が出るのが理想ですか？ねじれがないからもう綺麗な弾道ですね。でボールの音が軽くなります。インパクトの音がねじらないから、ねじるとボクッとこういう音がしますけど、パーンという音がして、もうストレートかちょっとフェード気味ですね。今の金属のフェースですねには向いてますね。で、まあ、20年前に考案されましたけど、まあ、今のクラブにもすごい合ってるし体にも優しいっていう。そうですね、あとやはりその分担することによって、まあ、右手が使いやすくなる。そうですね、右手の感性が生きるっていう部分があるわけですね、はい、もう今までは右手の中にいっぱいこうクラブ、それから指まで入れてたでしょ。それがその右手の平が直接クラブを持つわけですから、右手の感性をすごく感じるようになりますね。やはり右利きの人が多いので、はい、まあ、その方がスイングを作る上でも優しいっていう。そうですね、このグリップって、まあ、全てのゴルファーにおすすめだとは思うんですけど、特にこういう人にこのグリップを勧めたいっていうのはありますか？ですね、まずジュニア力はないでしょ、指は細いでしょ、小さいでしょ。それにあんな持たせ方してね、負担をかける。だから体にものすごく無理して打ちます。それで体痛めます。それから女性はやっぱり指弱いですから、女性なんか特にもうテンフィンガー絶対いいですね。男性でもやっぱこの辺ちょっと腱鞘炎とかされる方いますけど、そういう人にも。もう腱鞘炎はですね、ここ一回やるとですね、もう極端に言ったら治らないです。期間小さいでしょ。膝とかああいうとこじゃない、こういう小さいとこを痛めるとですね、もうなかなか回復無理ですよ。だからそんなとこに負担をかけるよりは、もうテンフィンガーのように指に負担をかけない、手のひらにかける打ち方の方が断然いいですね。